はい、皆さんお待たせいたしました。郷土芸能はですね、どうしてもこの幕間に準備の時間が必要でございますので、ちょっとした、ね、お時間いただくんですけれども、準備整いました。先ほどご覧いただきました湯本獅子踊りに続きましてご覧いただきますのは高田神楽の皆様です。この高田神楽は江戸時代後期に伝承されたと考えられます早知根竹神楽系の山伏神楽です。勇壮華麗な舞ぶりを特徴としまして、四季六番の舞のほか全36番という豊富な演目を誇ります。また高寿神楽など異例的な要素も受け継いでいます。地元八雲神社の祭礼、地域の祝い事などで演じられているということです。平成13年には花巻の山伏神楽として岩手県無形民俗文化財の指定を受けています。今回の演目天皇役人除けの舞には次のような物語がございます。頭に牛の胃をいただき、異様な様相のため妻のない五頭天皇が南海竜王の娘を姫として迎えるため旅立ちますが、人世の宿を買うために立ち寄った大金持ちの小丹将来に追い返され、気の毒に思った貧しい庶民将来の家に迎え入れられます。天皇はめでたく妻を迎えて8人の御子を授かり、後に強欲な小丹将来を退治し、慈悲深い庶民将来には血の輪の秘宝と薬病除けの碑文を授けたということです。この言い伝えを舞で表しています。それでは高田神楽の皆様、よろしくお願いいたします。
両角なるがゆえに。
しかりどもうちには慈悲広大に施し、他には朝祭りごとを怠らざるにより、いつかの関税府家とも枝をならさず、他の雨降れどもつつくれを浮かさず、お国はまかざるに生じすじんな求めざる、しかし高額流にして民安楽のとこへ遊ぶなし、このゆえをもって天帝より南海流の乙姫を我に賜によって南海に渡り申すぞよの。南海とはその道のり始まりなり、君未だ三万里にも及ばず、さらば刹那に数万里を走る宝船を君へ捧げたてまずらんや。さらば諸亡申すぞよの。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.